皆さん、新年明けましておめでとうございます。どうはね、更新なかなかねしてなくて本当にすみません。山田さんについてのねコメント、いただいた方本当にありがとうございます。山田さんがね自分の動画の中でどんなにね人気であったかっていうことが、よくわかります。最近ねチャンネル登録された方はイノシシの捕獲の動画が上がっててね、いろいろ見てくれていたんですけど、なかなかね去年はイノシシの捕獲の動画、捕獲頭数がねあまりにも少なくてね動画を上げることもねできませんでした。で今日、1月9日、ようやく入りましたイノシシが。こんな感じです。でねずっとこういう感じでね分かりますかね、荒らしてるところがこういう感じで田んぼのところをずっと荒らしてて、トレイルの方にはね少しずつ移っていたんですけど、なかなかねここ入らなかったんですよね。それでまあ捕獲に至らなかったんだけど、トレイルに移って来てはいなくなって来てはいなくなっての繰り返しの感じでようやく入ったっていう格好です。で捕獲の頭数自体はね箱穴だとかそういったのは増えてるんですけど、前の年と比べて、だいぶ捕獲の頭数が、何にもね同じことをやってるんですけど、イノシシが賢くなってるのか箱穴に近寄らないっていうことがねずっとね、箱穴の近くのところだけはこうやって鼻面でモサモサやるんですけど、なかなか近寄らなかったですね。でここは場所はねドローンでも撮影したと思うんですけど、イノシシに収穫時にずっと入られちゃった大きい田んぼです。で、去年のねできる時の植えてからねこういった電柵を張って防御した結果ね入られなかったんで、今年はね収穫になったみたいです。でそこのところの田んぼの、すぐ脇ですね、ようやく入りました。今から止めさしやってね、これ今年初めてのものなんで、解体まで行きたいと思います。そんなに大きくなくて、手頃だと思うんでね、よかった。まだ結構生きがいいんでね、入ったばっかりだと思います。でトレイル仕掛けてあるんですけど、トレイルにねきちっと映ってれば、トレイルの方も一緒に、これね出していきたいと思います。結構ねこのトレイルの方も汚れてるんで、ここにねイノシシが体をこすりつけたりね、他の動物が体をこすりつけたりなんかしてるのも、映ってたんですけどね。それじゃあ電気止め差しでやっていこうかなと思います。今ね止め差しが終わって、自宅の方にねイノシシぶら下げる、設備をね去年準備して、去年はね取ったやつは、何体かね解体までやって、お肉としました。で今日はねその解体の動画の方はね出しませんけど、ようやく入った格好です。去年度の捕獲についてはね本当に数が少なくて、イノシシが賢くなってるのかどうかよく分かりません。
箱穴の近く、箱穴からもう近くのところはね、本当にこういう感じでずっとやってるんですよね。で、箱穴にある程度入り出すと、中にね足跡がね、ポロ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 出来上がってね、少し荒れてくるのが分かるんですけど、今年はね、去年度はね、本当に箱穴のところからこうやって出たり入ったり出たり入ったり繰り返すようなことがあんまりなかったです。だから捕獲に全然ね、つながっていないと。地元ベテランハンターも200頭を取る方ですね。その人も、捕獲がね、あんまり捕獲できてない、半分ぐらいいってるのかな、100頭ぐらいいってるのかな、そのぐらいだと思います。自分の方はね、もう全然捕獲できてないんですけどね。で、こういう箱、こういうね、箱穴の近くまでやってるんだけど、荒らしてるっていう箱穴はね、まだ数台ほどあります。まるっきり来てないところもまたねあるんですけどね、そういったところもあって、なかなか捕獲につながんなかったっていう感じですね。できれば映ってれば一番いいんですけどね、一緒にね動画に出していきたいんですけどね。去年自分の近況としてはね、イノシシの箱穴が増えて、まあやっぱりぬかを入れたりトレイルカメラを仕掛けたりっていうことでね、かなりぐる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 忙しかった。で、動画のことも撮影もできたんですけど、なかなかね、お店の移転とかあって、撮影までねちょこっと手が回んなかったっていうのがねあったんで、去年捕まえて、撮影されてあるものも、またね動画に出していきたいと思います。それでは皆さん、またね、今年もぜひよろしくお願いします。